どうも皆さんごきげんよう。小さな石田純一、小石田純一です。トレンディ夏ですね。夏ですね。いいですね。今日ですね、夏野菜、はい、お見せします。ちょっときゅうりをね、きゅうりをちょっと見てみようかなってきゅうりを見る動画です。きゅうりを見る動画、はい。じゃあ見てる人はきゅうりを見るを見るんですね。そうです、はい、キュウリを見る人を見る動画になると思いますんで、はい、ね、見てくれる人いるんですかね。確かに心優しいっていうか、もしかしたらそのお母さんがキュウリを見てる人を見てる人を見てるかもしれない。確かに人はね、人は誰かに見られてます悪いことはできません、はい、清く正しくいきましょう。ほらエンペラー吉田みたいな偉くなくても正しく生きる誰がわかんだよ、元気が出るテレビ。 Z 世代お喜びです。喜ばねえよ俺がギリだよ4,50 代しか喜ばないよこのチャンネル頼むよ。はい、すいません。10代に響け、はい、でも今日はね、お子さんとかをターゲットにできるような素敵なのを撮れるかもしれません。レッツ農業。じゃ早速いきましょう。もうキュウリこちら、はい、育ってます。あら着実にいい感じじゃないですか。今年はいいですね。今年はいい。以前僕はねやって全滅しました。そうですね。だからパクチーもす、パクチーも見てもらったじゃないですか前回。はい。また草でむしっちゃい俺。草むしりながら。草。そんなに草むしりたいなら常にむしっといてくださいよ。確かにね。僕があんま関わってないと、はい、ちゃんと育ちます、ね。なるほど。はい。小石田だとね、ついつい堕落してますからね。堕落農業ですか、ね、触るとしなしなになっちゃうみたいなしなしな飲み飲んでますか、もしくは逆獅子神様みたいな怖いですね。何もこういうとこ歩いてね、歩いて全部そうぶわーってなってそんなことはどうでもよくて、キュウリ見て、まあ、そんなことはどうでもねいいんですけどねっつってね。おい三つ間ジャパンさん誰かわかるんだよこれはでもさすがに Z 世代お喜びです。わかんねえよ4,50 代ですらわかんないよ一部のお笑いマニアしかわかんねえよ失礼いたしました。あでもこっち側のキュウリすごい綺麗ですよ。キュウリ、あ、大きいじゃないキュウリ、はい、いい新鮮度抜群、新鮮度抜群、鮮度抜群。キュウリほら育ってます、育ってます。お、すごい丸くなって、これは取っちゃいましょうか。あもう、ま、曲がりすぎて、曲がりすぎて一回取っちゃいました。あら出ましたね。これがね、はい、傘のこういう部分になるんですよね。死の部分ですね。日本中のあれやなくていいですか、いつもの。え死、獅子神様の死。いや、あの、私が収穫しましたかと思ったんですけど、もじもじくんやっちゃいました、はい、ちょっと、Z 世代大喜びですね。わかんないよ、黒衣装で黒衣装でトンネルです。てん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 つみき崩しのつ名作ドラマで Z 世代に響きますよね。響いてますね。これはお家で食べます。はい、今日はですね、それでですね、あ、危ないでかだ本当危ないよ、こんな持ってあんまちゃう。あ、危ない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 。え、これ分かんないですけど、はい、このキュウリの動画と今の危ないデカ、はい、関係あるんですか。関係ないね強兵じゃないよ俺これはもう Z 世代お喜びだ。違う、でも帰ってきたからね危ないデカ。そうですね、ギリ行ってね。危ないデカはねいつも帰ってくるんですよ。そうそう、すぐ帰ってくるからね、すぐ帰ってくる。フォーエバーかと思ったらねあの舘ひろしさんいるじゃないですか、はい、あれ僕の父と同じ年なんですよ。あ、そうなんですか。あの年でカーチェイスとかやって危ないでからじゃないですか、はい、うちの父、はい、車の運転危ないから免許返納しましたある意味危ないから、どっちも危ない、危ない農家、危ない農家危ない農家関係ないです、関係ないで、ね、じゃなくて免許返納してやるよそれはあれじゃないですか、舘ひろしの違う映画じゃないですか免許がないじゃん。反抗してくれよ本当に免許がない返納しました。これは小石田さん、はい、もう Z 世代がもう、いや怒涛の舘ひろしファンに向けてやってんのか
そうなんです。これ今日立ちチャンネルね、立ちチャンネル。まあ、まあ、立ち話もなんだって。あら、いいじゃないですか。農業に戻りましょう。はい、僕今回ね、知り合いから、はい、知り合いの知り合いからですね、はい、知り合いの知り合いになりましたね、はい、知り合いだったのが。直は知らないんですけど、道具もらいまして。はい、これ何でしょう。何だと思います。これですか。はい、答えます。これなんですか。あのギロじゃないですか。ギロ、ギロ、ギロ、あの楽器の。あ、これジジジジジジ違うよ。なんでパーティー始めんだよ、その特殊楽器で。あのデコキューっていう。デコキュー、はい、家庭用、家庭菜園用キュウリの型、うん、デコレーションキュウリ、デコキュー、略してデコキュー、それ以上略してデキュー、はい、デキューン。これをですね、キュウリの実が5センチ、8センチぐらいになったら、これをかぶせるんですって。はいはいはい。そうすると、1、2週間で、はい、これ見てください、ハート型。あ、はいはいはい、ハート型のキュウリになる、星型。あら、星型のキュウリになるって書いてあるんですよ。ですよ。いや、そしたらそう、チョココロネだったんですよ。なんでチョココロネになるんだよ。キュウリかと思ったらね、チョココロネだったんですか。すいません、ですよさんに謝ることばっか、はい、ですよさんに謝ったのはあなたが初でしたね。すいません、ですよさん、すいませんか。そこはすいませんなんですね。すいません、はい、すいませんと。先輩はね、敬わなきゃいけないですよ。そうですね、芸人は先輩は本当に。ちょっとつけてみます。はい、だからこれにつけるってことでしょ。ちょ、もうすでに曲がってるけどいいのかな。曲がってるからはまんねえよ。ねえ、はい、あれ企画倒れかな、企画倒れかな、どうしよう。あとあれですね、これつけてお父さんに猛烈に怒られるかですよ。大丈夫でしょ。何勝手なのつけてんだよ。ブーン、危ないですか、ね、危ない、危ない、農家が危ない、農家喧嘩になっちゃいますね。そのちょうどいいキュウリがないな。曲がっちゃってんだよな。ありました。あ、でもこのくらいでいいのか。このくらいの時かな、引っこ抜かれねえかな、これ。なんかプラスチックのゴミついてる。確かに父がね、捨てられちゃって。はい、これは、あ、センチも測れます。ちょうど8センチぐらいのキュウリ、はい、これに茎とこう伸ばして、なんか本当この中で枯れそうな気もしないってことですけどね。できんのかな、2週間ですって。できたら可愛いっすよね。まあ、これこれ見て、はい、こんな感じ。ああ、ずいぶんちっちゃい状態でね、はい、はいはいはい。でもキュウリ、そんなキュウリ言われてもあるかな。おお、出ました。まだね、キュウリ、ちょっと待って。キュウリ言われてもね、確かにそうですよね。一緒ですよね、それね。キュウリ、キュリ、キュ、キュウリ。ああ。万事キュウリ。キュウリは難しいですね。難しいですね。これナスにつけましょう。ナス。ダジャレが言いやすいからナスにしようかな。入らないよ。でもいいじゃないですか。これナスにつけたら、ああ、かなりあのファンシーなお盆を迎えられるんじゃないですか。確かに。お先祖様、星に乗っていけるみたいな。星に乗って。ミルキーウェイ。ミルキーウェイ。ああ、いい、かっこいいね。ナスはもっとね、大きいから入らない。あるんだよ、ちっちゃいの。全然、こことか、ここもあるけど、下側行くか。見て、はい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 、いいですね。これか、こうやってかぶせる、はい。で、これ星型、キュウリが星になったらいい。で、これを固定すると。固定ね、はい、これまでは見えてるな。まあまあ、しょうがです。
取れちゃうじゃんか。もっとしっかり。いや細かい作業は疲れるな。目がね最近、はい、見えにくくなってるっていうか。いいですね。いいですね。よくねえよ。芸能人のお仕事ですね。どこかで俺の姿見えてますそもそも。今。顔は今あの葉っぱで隠れてます。芸能人か。俺そっくりさんでやってるから顔見えてなんぼなんですよ。すみません。あ、いいかなこれで。ならなかったらがっかりですよね。でもそんなんばっかじゃないですか。そんなんばっか。そんなんば。小石田の最近は、はい、そんなんばっか。はい、すいません。ちゃんと謝った。はい、そういうわけでこう本当に、ね、捕まった人越しみたいになってますけど面会に出してくれっつって出してくれってなってますけど、はい、じゃあキュウリね、キュウリも2週間後どうなってるかチェックしたいと思いますんで、わかりました、交互期待。まあ最悪カメラマン来ないでただ僕が報告するだけの動画を、なるほどなるほど、挟み込む可能性もありますけど、確かにまあね、あのできたらじゃあそれを撮っといてもらったら、はい、そのお盆に、そうですね。お盆にね、お盆に、はい、うまくいったらね、お盆直前にまたこれやってね、はい、素敵な先祖が帰ってくる、素敵な先祖があれ何これっつって、イケてる先祖が帰ってくる、イケてる先祖、パリピな先祖がね、はい、帰ってくるかもしれませんので、形、星型とハート型のキュウリができるか、はい、乞うご期待。まあ急トレーディング、ああ、キュウリ終わった、あゲッツじゃないんだよ。もうキュウリが結構成長したんで収穫して星型、ハート型でしたっけになってるかチェックしたいと思います。それじゃあレッツ農業。キュウリがね普通にどんどん成長した、キュウリも早いんすよね、1日2日で一気にでかくなるんで、見てください、こちらもうちょっと8切ればかりになって8切れてますね。じゃあ収穫したいと思います。キュウリ私が収穫しました。どうなんすかねこれ、全然なってなさそう、ちょっと鉢切れてます、これもうベルトがね閉まらなくなった人みたいに。続いてですね、これが今のが星型ですね、ちなみに今のが星型で、今度はハート型かな、今度はハート型ですね、いきます。開けるとほらこれ知られます、こっちもここもちょっとね、ちょっとだけですね、鉢切れて早い、本当にキュウリの成長が急にキュウリ成長しますね。一人でダジャレ言って恥ずかしいですけどね。じゃこれもカッティンします。キュウリでございます。ハート型になってるんでしょうか、ハート型に。じゃあこの2つのキュウリ、これをね切ってどうなってる、あんま形になってないような気もしますけど確認したいと思います。じゃあ行きます。ハート型のキュウリ、ちょっと当たってるか、外して待ってどうな、お、わかる、ここはくぼんでる、これをカットすると、まあ、ヘッドの部分を切ってカットしてきますよ。あ、ちょっとハートじゃな、
あれハート。ハートです。切ってくよ。ほら、ハート。ハートだ。すごい。ハートだってた。おもろ。ハートがいっぱい。すごい、かわいい。ブラボーじゃないですか？わ、おもろ。なんかテンション上がる。ほら、見て、ハートがいっぱい。すごい。しかも、みずみずしい取れたてきゅうり。続きまして、こちら。わかるかな？星型。これ、ハートいけたってことだもん。星ももちろんいけますよね。いきますよ。星になってるか。星！星！キュウリ、星です。星！星！星！3つです。星3つです。ブラボーわかるかな？星！星ですよ、星。すげえ。思ったよりなってますね。へえ。めいっこちゃんに食べさせたかったですね。っていうかこれ、きゅうり洗うの忘れてますね。切った後に洗うパターンだ。テンション上がりすぎてすぐ切っちゃいました。はじめは破裂してるところはあんまりなってないですね。丸。丸って。見て。星。星です、星。すごいよ。大成功。今更ですけど、洗います。順番を完全に間違えたわ。きゅうり、星、あんま星？え？星になってる？で、ハート。ハート。いいね。食べましょうか。マヨネーズ持ってきたね。じゃあ星、いきますか。星を食べる。星球いただきます。きゅうり自体みずみずむし、きゅうり自体みずみずしくてすごいボーノです。ハートも、ハートも食べちゃうよ。ボーノ。というわけで、デコレーションきゅうり、大成功でした。皆さんもね、ぜひ試してみてください。きゅうりとかね、家庭菜園みたいのでもできますもんね。やってみてください。結構きゅうりでも難しいのも、すごいこうなって、わ、一人なのがちょっと寂しいぐらいですね。こんな盛り上がるパーティー感のに、スター食べちゃいました。トレンディ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。トレンディ。